日本の皆さん、こんにちは。マリア・ダンシング・ハート・ホーグランドと申します。私は、この素晴らしい、レッドロックのセドナ、後ろにありますのは、よく写真に出てますカテデロル・ロックと言いまして、その手前にはオーク・クリック、ここはレッドロッククロッシングというハーフ公園なんですね。で、ここでエネルギーワークをさせていただいております。私のエネルギーワークは、3種類ありまして、非常にユニークなものなんです。一つは、ハートウォールヒーリングといって、昔からこう体の周り、オーラなんかに溜まっているネガティブな感情を、浄化させる、日本のニッケンがございますね。ニッケン のマグネットがこうついてる棒を使って背骨の上をこう下ろしながら、そういった感情を下ろすことができます。それから、もう一つ、アクセスコンシャスネス、アクセス意識という、方式のRunning the bars、 Running the bars という方法があるんですが、これは、頭の周りのポイント、32、16ずつね、片方ずつに16ポイントありまして、そのポイントを持ちながら、そのポイントからポイント、左から右の間を走らせて、だから Running the bars というんですが、それでもって今までの考え方とか、信じてることなんかをこう浄化させて、頭をこうスッと開けていくことができるわけですね。ですからこれは、人間がこうちょうど変わっていきたいという時、そして仕事場とか人間関係を変えていきたい時に使うのにとても良いエネルギーワークです。また、メトリックスエネルジェティクスって言って、ロバート・バートレット、あ、ごめんなさい、リチャード・バートレットさんが日本でも教えてるエネルギーワークなんですね。これは一種のマジックみたいなものなんですが、ポイントとポイントを合わせて、その間をこうカラプス、間を閉じていく方法なんですね。これも変化の欲しい時とか、痛みをなくしたい時とか、いろんな時に使うことができます。で、このエネルギーワークはもちろんセドナでやっていますので、ここで1対1でやるのが、まあ、もってこいでしょうけれど も、場合によっては長距離治療もできますので、ぜひ、私のサイト、ウェブサイトをご覧ください。 runningthebars.com なんですね。 runningthebars.com、 そこに行きますと、日本語のページがございます。ですからそこでもっと、詳しく私のエネルギーワークについてお調べください。どうぞよろしくお願いします。